ありがとう、パンくん。舐めてくれたの、ありがとう。なんか今頃食べてる人がいる。うん。あずちゃんおいで。アズちゃんがやっとケージの外で少し遊ぶようになりました。チャカちゃんがいなくなったケージと元のケージを行ったり来たりです。はい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 、今日は夕方に、シオンくんもアンズちゃんもこのケージを開けてですね、遊ばせていました。ご飯は食べずにそのまま、ケージ3階ケージの3階でですね、アンズちゃんもシオンくんも自分で戻って、寝ていました。夜になってですね、2人とも出てきて今遊んでいます。ちょっとですね、生活のパターンが、チャコちゃんが、里親さんのとこに行ってからですね、少し変わってきた今感じです。まあ
しゅんくんも年齢的に月齢的にですねもう大人として扱っていいということでもあるので1日2回ご飯を食べれば済むことにはなるわけですよね。その辺をちょっと、どうしていくかこれから夫婦で話し合いながらこのあんずちゃんも遊ばせていきます。人慣れをねしてもらおうということですね。外でもなぜさしてくれないかな。もし好きだったら2階建てのケージはあんずちゃん一人で使ってもいいよ。そうだね。しおんくんを追い出して3階を使ってもいいよ。しおんくんはですね、ちゃこちゃんと走り回る遊びをしていましたが、今はこうやって大人のようにくつろいでいます。あまりこう走るということがなくなって落ち着いた感じですね。そう、一人でさ、これからあんずちゃんが遊びの相手になるかどうかっていうとこだね。やっと運動をする感じになってきたので、あんずちゃんはキジトラちゃんだから、キジトラちゃんは意外と活発なのかな。だとしたらちょっとずつ遊び始めたらまたしおんくんが筋肉質になるかな。なるかもね。はい、まずちゃんがこのケージをどうやって使うのかこれからちょっと見守っていきます。
こちゃんのケージだったところに2人で入って遊んでいます。アンズちゃんはこっちでご飯食べますか？アンズちゃんの場合はですね、だいぶ長いことうちにいるにもかかわらず、ケージの中ではなでなでできます。で、外で触ろうとするとピュッと逃げます。まあすごく怖がっている様子ではないんですけれども、まだ、なんていうかな、慣れないというかですね、遊びはこうやって始めています。この状態で慣れてくれば、おそらく大丈夫かと思いますが、ケージの外をどんな感じで、まあ慣れていくのかはこれからちょっと様子見ですね。棚の裏に隠れるということだけしないでくれれば、比較的自由にしててもらってもいいかと思っています。